どうもコバです。エージェント64 スピーズネバーダイやっていきましょう。多分 FPS ゲームですね。まあ最近 e スポーツ流行ってるじゃないですか。 APEX とか VALORANT とかね、僕もそうながら祈ろうと思ってね、今回 FPS ゲームやっていきたいと思います。メインメニューストーリー、あ、日本語訳されてんのこのゲーム。オプション日本語での目的オンになってるような。日本語での目的ってね、ああ日本語されてるわ。これ難易度かな。エージェント、スペシャルエージェント、64エージェント。64エージェントが一番難しくてやることが増えるって感じか。じゃあ64エージェントで、僕エージェント64なんで、64なんで僕始まりました。こんな感じの、おお、もたがてもたがて、撃たれた。今誰もうやり合ったけど今の僕ちゃうよな。あ、この人が64エージェント、大ボスさんやん。大丈夫、エージェントとしてやっていける。もう全盛期過ぎてそうやん。これで撃てるのね。で、弾数があと98発あると。はいはい、まあ特に撃つだけのやつかな。まあ FPS ゲームです、見た感じ。失礼しまーす。いるいる、はい、いるいる、危ねー、通知まくるやんけお前。僕を仕留めればそれでいいと思ってんな。くそ。オッケーオッケー、ナイス。うまくね、僕。こっちはさ、弾節約していかなあかんのによ、ほら。弾節約しなあかんねんぞ、こっちは、ほら。オッケー。もう弾回収できた？できてへんな、多分。ええな、お前らの銃。マシンが連射できてさ、こっち単発やぞ。2、3発で倒せるわけね。いや、久しぶりの FPS ゲーム実況ですよ、ね。みんな寂しかったやろ。小村さん、APEX とかシーヒンのとかで、ね、コメントとかね、あったと思うから、ないと思うけど。僕の心の目ではあったと思うからね、APEX の代わりにこれやってます。まあ、似たようなもんやろ、こんな。APEX もこんな感じやろ。うい、うい、いいよ。うまくねうまくねもう二人いること分かったから、分かってなかったけどさ。うい。これなんか弾とか銃回収していくとなんか意味あるんかな。君ら双子？こっち行ける？失礼しまーす。これ内容を目的にしてんやったっけ？ミッション内容あった。通気用のハッチの解放、民間人の人質を解放する。助けに来たんかな？もうこれ悪の組織がはびこってるんか、このマンションみたいなところ。とりあえず通気用のハッチを解放だけど、通気用のハッチどこにあるの？赤いの？はい、と行く。お、プレス、レフトトリガー、レフトトリガー。あ、こんなんあったんかい。教えてくれよ。ふい。行きまーす。あれ、赤いの？あ、そこだ。これ鍵か。わかりにくい。グラフィックが簡素すぎる。スナイプ。あれ、人質？敵？どっち？わからんときは撃ちましょう。オッケー、ナイス。銃持ってるから敵やったよな。いいね。面白くなってきたわ。ここにはね、早期アクセス版なんですよね。信じられへんやろ、みんな。このグラフィックで早期アクセス版って。まだ完成してへんの？この時代にこのグラフィックでってみんな思ったやろ。多分これわざとやってんやと思う。タイトル的にも多分64を彷彿とさせるように作ってるゲームなんちゃうかな。うわ、埋まってるよ。もうこういう埋まったりとかしちゃうからね。昔ながらやろ。こういうのがいいんですよね。だから、もしかしたらね、製品版になったらストーリーとかちゃんとつくかもしれんからね。ムービーとかついたらワクワクするよね。ねえ、なんかムービーとか作ってキャラクターが喋ったりとかしたら面白そうやん、こういうゲームね。めっちゃ B 級っぽいやん、ストーリーは。いいよ、お腹痛いで、お腹痛いで。結構適当に言っても当たんな。ちょっと、エージェント6さん、銃をね、左に持ってほしい。今壁が右にあるからさ、左に銃持とうや。左手で銃持とうや。おー、よけるね、君たち。怖い、怖い、怖い、怖い。死ぬわけにはいかないんですよ。結構敵いんな。マシンガン使うやつ嫌いやわ。みんな知ってる？ FPS 界隈にはさ、死体撃ち禁止とかいうそういう意味わからん文化があるんですよね。
こうやられてるやついるやん。これを撃つことによってね、これめっちゃ怒られるんですよ。あいつも下撃ちしよった。炎上させろってなるんですよね。もうこれがね、納得できんのよね。はい、ドラム缶撃ったら爆発する？マシンガンとかい。死体撃ち禁止なんて言われたらさ、もうどうしようもなくない。マシンガンとか使ったらあかんやん。マシンガン、その、銃を押しっぱなしてさ、10発出すするやん。3発目で死んでしまったらもうさ、残りの7発死体撃ちしたってことやるやろ。それは怒らへんのってなってしまうやん。ね、そう、7発、こいつ7発も死体撃ちしよったってさ、怒られたらもう、はい、オッケー。ああ、怖、ホラーのことなってる。建築途中に殺されて、そのままめんどくさいから埋めてしまったようになってる。格ゲーとかのさ、死体蹴りとか僕何があかんのかマジでわからん。だって普通にやったらそんなんなってしまうやん。どうだ。ちょ、僕もう弾やばいんですけど。弾どこで回収すんの？これ結構敵を無視していった方がいい系のゲームやったりする？そうなんですか？ 64 さん。エージェント64さん。64か64って言っていいか分からへんわ。こっちやろね。はい。基本的にヘッドショットで仕留めていって弾節約していった方がいいよね。あと弾は24発。敵を24人しか倒せん。はい。ふい、うまい。ちょ、弾節約してっからさ、なんか待て、なんか、負けたんの、ちょ、わー。背中に傷、剣士の恥やわ。最初からね。結構弾大事って分かったね。あいつ誰なん？そこで撃たれるやつ誰なん？ウェイウェイウェイ。オッケー。閉じろ。これもうこうへんやろ。来るんかい、来るんかい。ゲロ、弾使ってる場合じゃない。これ集めるだけ集めてさ。みんな集合。なんか爆弾持ったやな、僕。爆弾のとこで、これか。みんな集合。うわー、めっちゃ当たる。はい。あれ、爆弾微妙。これ爆弾ってどうやって使うの？撃ったらええんか？え？爆弾の使い方がわからん。くそ、これ、爆弾、地雷なんかな？これ、敵が来たら、爆発してくれる？さあ、来いよ。あれ、どういう意味があんの？あの爆弾。あの爆弾じゃないか、もしかして。これ、もう積んだ？このライフきついよ。あー。はい、ゲイ。はい。いや、思ったよりこのゲーム難しいっていうね。で、ドラム缶ね、何発か撃ったら爆発することが分かった。まあ爆発させんでええな。はい。あ、外した。はい。OK。あいつも。はい。はい。OK、ナイス。この傷なんや。敵が撃ったやつか。OK。あとね、武器入れ替えられることに気づいた。ちゃんと拾った銃回収してたわ。これに気づかんとか、だいぶ僕 FPS 慣れしてへんよな。怖い。カモン。いや、今度でごめん。カモンじゃない、逆なんて言うの？くんな、バック。あんまバック言いすぎるのも良くないよな。絞れたかって思われてしまうやん。これマシンガンなんですよね。めっちゃ待機してる、こいつら。ああ、怖っ。おい、いらんけ。おー、怖っ。あいつドラム缶使いだった。あっぶねえ。なかなか頭脳プレイしてくれやん。ただ、おー、これ一応手刀もあるんですよね。おら、あちっ。変な腰の回、変な腰の回。あっぶねえ。ドラム缶使う頭あったかもしれんけど、僕に勝つための頭脳は持ち合わせていなかったようだな。早くしてうまいこと煽ろうとしたけど、あんま煽れてへんかね。エレベーター基本使えへんと。いるね。これ手刀で倒せることもね、一応できるんですよね。ただね、もう見てくださいよ。びっくりするほどスタイリッシュじゃないからな。まさかの。くらえ！ほら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 ね。一発食らってるし。そこはもう一撃でキル取ってくれると思うよね。
で、ね、これ。あ、アクセスボックス。あ、アクセスボックス。これか。これ、もしかして、あ、爆弾じゃないんか。はいはいはい。このハッキングアイテム的な感じやったんやな。ね、これ。トイレ？すいません。失礼します。やっちゃっていい？ごめんな。わ、扉開けんなよ、お前。もう死ぬ瞬間ですら僕に迷惑かけやがって。そこはおとなしく死んでくれよ。もう落ちるしかないんかな。はい。びっくりしたら、用を足してたら急に銃で撃たれるんやから。どうしちゃう？はい。あ、バレた。なんで奥のやつが気づいた。めっちゃ耳いいやん、あいつ。めっちゃいいんだ、めっちゃいいんだ。倒して。はははねえ、この音、この音何、この音何、何すかこの音。ピコピコと当てる。うわぁ、うわぁ、ははめっちゃいるやん。めっちゃ来るやん。このトイレに何人いんねんよ。あ、一つ目のミッション達成できてるね。通知用、通気用ハッチの開放。はいはい。なんか、ハッキングしたところはそうだったんかな。いや、最初からきついって。はい。マシンガン結構ブレるんよね、照準が。当ててくれ、ちゃんと。来てるね、来てるね。はい、はい、はい。新打ちか、新打ちか。何で扉開いた？ここ、何で扉閉まった？もういいひん。もっと敵いたよな、絶対。もう殺された時。隠れてるかどっかに。はい。はい。はい。わあ、怖い。は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 い。うわあ向こうの方が怖かったやろな。はい。なんか変な音聞こえるよね。ピロピロ。おおっと。お前の声、お前の規制ちゃう？このピロピロって音、なんか鳴き声とかじゃない？はい。はい。はい。あ、なんかある。爆弾か？これ撃ったらあかん？多分、あれ、これからペンチ使うんかな？はい。オッケーオッケーオッケー。なんか爆弾解除するみたいなミッションあったよな。あー、4番。爆発物の処理。まだ爆弾あるかな？サクセスってなってへんから。オッケーオッケー。やっと進んだぜ。マジで回復ないのがむずすぎる、このゲーム。はい。あ、逃がした。オッケー。ここはオープニングで見たことある広場やぞ。怖えー。あっちのやつは気づいてんけど。大丈夫？目の前で味方死んでんねん、みんな。もうちょっと仲間意識持って。来た。動き始めた。気づいたんやな。目の前で仲間が死んだことを受け入れられへんだよな。数秒経ってやったら受け入れるしかないって脳の整理がついたんでしょうね。しょうげ。ボケ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 。やばい、関西人出てるわ。関西人、関西パワー、関西パワー、関西パワー、オッケー。これが関西パワーよな。なめんなよ、関西人。言うて滋賀県やから微妙なところではあるけどね。関西要素半分ぐらいしかない気はする。おい、オッケー。集団で捕らえるとマシンガン有利やな。ほら。いいよ。おいおげおらおげダブルローリング。お互いが別々の方にローリングしたからどっちかは当たるやろうな、みたいな感じだったけど。あともう一人いた？いるよね何しに生きてんこいつ。広いっていうかいっぱい部屋あるね。ミッション。民間人の人質を解放する。一回へ行く。民間人の人質が、あ、あいつか。任せて、民間人任せて。ナイス。大丈夫もうちょっとリアクションしてくれていいんやで。おい、これ助けたか？これカバーしていかなかん？どこにいるんや？君どこにいる気？おお、広間行くね。君怖いことするね。よかった、ここら辺一掃しといて。なんか、お礼の言葉とかないっすかね？民間人さん？民間人さん。どこ行くん？こっち取るやで。もう逃げ場ないよ。
お、イケメン。終わり？民間人を解放する。サクセスついてんから、まだいるんかな、民間人。もしくは、この人民間の方じゃなかったりする？民間人って何なん？普通の人間と民間人は何が違うの？わからへんよね。カードリーダー。カード手に入れなかのか。この64エージェントさんは、一体どれぐらいの金もらってこんな仕事してんやろうな。エージェントやから多分、国からお金もらってんやろ。いくらもらっても多分割に。あー、くそ！畜生！殺してくれ。僕民間人助けたいからやり直すわ。ちゃうやん。ちゃうやん。お互い硬直するっていうちょっとギャグ描写を楽しみたかったのにさ。割と早めに打ちあったやつ、腹立つわ。あぶねえ、シュ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 。ああ、怖い。ああ、怖い。パス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 。ああ、クソ、あいつ、ほんま。むずーい。むずーい。オッケー。もう敵は大体一掃してるんかな。やばいやばい。あぶねえ。大丈夫大丈夫、助けた、これ、助けた。オブジェクトなんちゃらなんちゃら。オッケーオッケー。民間人の人質を解放するサクセス。これオッケーやな。これ撃ったらどうなの、ちなみに。あ、ごめん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 、大丈夫、大丈夫、大丈夫、よかった。好奇心や、好奇心や、民間人を殺す。で、僕はカード欲しいよな。カード、A。ちょっと、ちょっと、ちょっと、大丈夫か、ミカジいるぞ、ミカジ。あ、ミカジ、そう、前田さん、前田さん。シュ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 、僕も死ぬ、僕も死ぬ、民間人も死ぬし、僕も死にました。いやいや、民間人のせいやって、助けようと前出たもん。エージェントの鏡やん。あの野郎。今まで申し訳なさそうに走ってトイレまで行ってたや、民間人。なんで今だけ、あいつあんな悠々と歩いててんやろ、腹立つ。助けられる人間の態度ちゃうよな。ゆっくり帰れねえ、君。護衛しなあかんのか。黙ってトイレ行けよ。最初に助けた二人と違って顔が違うな。こいつ重要人物か？こいつがカードを開けてくれるんかな、もしかして。こいつ見つけたら敵が増えたからさ、こいつから敵からこいつを守れみたいなミッションだったんかな。カード開けてくれる？君。あ、開けてくれそう。あ、 ありがとうございます。It's open. Thanks for serving me. Yes, yes. さよなら。OK, OK. で、なんとか下の階に行きたいところではあるけど。はい。やっと進めた。何回もやり直したからな。最初からやり直せるからなかなかきつい。行きましょう。はい。これはミッション3つ目。1回行くミッションをクリアしました。あとは爆発物を処理してゲームをクリアするだけ。やっとゴールが見えてきた。はい。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。タワー余裕あるから。はい、はい、はい。ゲイ。怖いなぁ。うわ、めっちゃ広いやん。めっちゃ広いですやん。広いなぁ。お、爆発。ドゥツ。ちなみにこれ撃ったら爆発します。一回試した。お、サクセス。塔から脱出や。あとは脱出するだけ。ライフは半分ある。これはいったでしょう。ボス戦とかあるんかな。あったらだいぶきついで。怖い。ボス出てきそう。雰囲気がいるいるいる。はい、ゲイ。やめてやめてやめて。ライフ減らしたくない。こんなところで、えい。この大広場で真ん中に向かってローリングアホやろ。よし、リロード完了。行くぜ。いるね。ここはスナイプや。なんだかんだこのハンドガンの銃残しとくのは大事やわ。スナイプするならこっちの銃の方がええからな。で、乱戦はこのマシンガンで行きましょう。いい品？敵いい品？もうこれ脱出できる？そっち行ったら外ですか？外ですか？これ。やっとクリアや。やりました。どやー！ドキューン！終わり？ボス戦ないと盛り上がらへんな。